室谷です、うん、長いボールを使ってヘディング左サイドが打ち上がった長い来るが左を使って内田折り返しディエゴいいところに内田見た戻ってあーと倒れましたがファールなしカンガラーの内田ですかね阿部が拾う J1 先発デビュー内田仕掛ける戻す阿部シュート支えですね運んでいけるかチャンスになりますつなげましたね右のフリーラン上げました上がって森下あっと今 1-3 とリードディエゴリベイラ渡してもう一度打ち入れたボールはやばいがダイオトンマイ本当に戦いをこの後半しています。さあセレッソとしてはしのげるか一方得点を奪えるか FC 東京から取った FC 東京渡辺かそして内田動き出してディエゴリベイラに出すかドリブル得意のドリブル前を向いているさあシュートまでいけるかシュートだありましたが坂本内田が絡め取って試合後にセレモニーも予定されているんですが内田いった折り返すレアンドル難しくなりますよねそうですねディエゴ・オリベイラに代わっておおここはずれた高い位置で奪った東京行く内田内田縦いった内田、うん、内田のシュートしかし取り返してエメラルドが行くサポートに内田今日はここまであまりボールに触れてなかった内田から三田そしてリターンを内田受ける中アナウィトスプリントします三田も来る溜めて柔らかいボール内田が入ってきた内田ドリブル行った内田入ってきたスルスルっと行ってスイッチレアンドのもう一本内田に入れます左足内田のシュートだ肩上がらないジャーメイン勝負勝負ちょっと下の脅威にはなりませんでしたその内田守備おおこぼれレアンド流し込んで追加点オフサイドなしの裏腹がいたがその裏うんこれキーパーパクイルギュセビの部分もすごく良いですからもう一度右から作ります内田傘阿部に預けて前後ろ抜けてきた内田からシュートはヤクブスオミク内田滑らせてからクロス密集でカーベ内田のタックル